気象庁からの冬の天気予報。激しい気象システムは、今夜と明日の夜にかなりの降雪をもたらすでしょう。山岳地帯の積雪量は10から16インチの範囲になります。警告を受けた領域に旅行を計画する人々は、それに応じて危険な冬の運転条件と計画に従って準備する必要があります。